ございました。さてそれではせーの、ひばらじ。次は、はい、リスナーからのお便りです。実は生中継サービスものすごくたくさんお問い合わせがあって、その典型的なお問い合わせについてお伝えしていきたいと思います。お便りは、セミナーの有料生中継を考えているんですが、プランの違いを教えてくださいというようなお問い合わせが多いんですが、有料生中継というふうに課金をする段階で、実はスタンダードプランかプレミアムプランのどちらかを選んでいただくんですが、このどちらが適してますかっていうお問い合わせがすごく多くて、でこちらですね、合計配信時間が違います。でそういう説明をすると、その、このね、ここに出てきた時間にで意味わかんない、何ですかというふうに、時間にって何ですかという質問が来るので、はい、生中さんお願いします。はい、時間にとはですね、まあ、先ほども説明したんですけども、見た人数かける見た時間ですね、ここの赤字で書いてある部分です。例えば、1000人かける2時間っていうのだと、2000、時間にですね、100人かける20時間ですと、これも2000で、4000かける 0.5 時間というか、配信の仕方も可能で、この場合も2000という形になります。つまり見た時間数の配信、合計配信時間っていうのはこの数字で決まるということですね。そうですね、はい、これはい、分かりました。これがですね、この場合ですと、この例の場合ですとスタンダードプランで大丈夫ですね。はい、はい、それでは次行ってみましょう。課金ってどういう仕組みになってるんですか。これも先ほど少し説明したんですけども、ペイパル経由で第三者によるカード決済を行ってもらっています。で、実際この生中継サービスを使う方にはペイパルのビジネスアカウントの取得を行ってもらっています。で、購入者側は、クレジットカードの決済を押すと管理者側のペイパルビジネスアカウントに飛ぶということですよね。そうですね、はい、でちょっと補足しますと、ユーザーの方は基本的にカードで課金していただくと、もそのまま、配信画面を、見ることが可能になるので、管理者の方でいちいち見るのを許可してあげるとか、そういう作業は入りません。はい、というような形になっていますので、ここまででとりあえずリスナーからのお便りは以上ですね。はい、また来週も、必ず水曜日が生中継の日になっていますので、生中継のお便りや生中継情報をお知らせしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、生中さんありがとうございました。はい、せーの、ひばらじ。はい、ということで CM のコーナーです。 CM はお、これかな、あ、これペーパーですね。はい、行ってみたいと思います。いいよ。アメンが赤いなゆえを、浮き物に小エビも泳いでる。口が動いているところがポイントですね。そうですね。もう少し、ナレーション作成なら PPT2 ボイス。やっぱ相変わらず日本語ちょっと下手ですよね。ちょっとそうですね。あれ、なんかツッコミが来ましたね。はあ、ASP やね。おかしいですね。大阪の方からツッコミが入りましたね。はい。坂口先生見てくださってちょっとですね。はい。はい、さて、こちらの、アメンボアカイナは実は、お、違う、そう今最初から行きましたね。ついうっかり、まあよくある話ですよね。はい、はい、ゆるいですね、すいません。ギバーインターナショナルのユーストリームの生中継スタジオ、こちらを、貸しますということで、私たちのユーストスタジオの見学に来ませんか。実は、本日もですね、こちらの生中継スタジオの見学に来るだけじゃなくて、こちらのスタジオを実際に使って、生放送をすることができます。今日は、22時から、神田ニュースネットワークスの、KNN 神田さんの KNN Now がここで、放送されます。はい、でここでやってるので、ぜひ皆さん来てください。で実は今日神田さんがぜひその話をしたら、このユーストスタジオ見に来たいって何人か今日見にいらっしゃるそうですよ。おー、素晴らしい。ということで、ぜひ、生中継だけでなくて、生中継のスタジオもどんな風にやっているのかというのをぜひ見に来てください。はい、はい、これでよ、よかった。今日はエンディングが流れる時間の余裕がありましたね。はい、はい、はい、ありがとうございました。